返す準備スタブリッド、ズブネビスウフレバス。今日は動詞の活用形を勉強していきましょう。今日はですね、ジョージア語の動詞の活用形、動詞がどうやって変化するかというものを勉強していきます。で、まあ、外国語の勉強の時もそうなんですけれども、基本的に動詞の勉強というのは難しいです。残念ながら簡単なものじゃないんですね。 でも逆に言うとそれほど大切なものなんです。動詞の活用形を制すものは語学を制す、そういう言い方ないと思うけれども、それほど大切なものなので、しっかりと勉強していきましょう。で、ジョージア語に、関してはですね、ジョージア語の動詞はとても変わります。いろいろと変わります。で、普通の動詞の活用にもジョージア語には4パターン、活用の、活用の仕方があるんですね。で、今日は、第一活用、一番メイン、まあ、メインって言っても差し支えないと思います。一番メインの、動詞の活用について勉強していきましょう。で、ちょっと日本語の動詞とはまたちょっと違う、異なる、かつ、なんていうんだろう、変化、活用法があるので、ちょっとね、集中して、見ていきましょう。まず、スライドに書いてる通りなんですけれども、ですね、基本的にジョージア語の、動詞の活用は、動詞の、まあ、簡単に言うと語幹みたいなものがあるんですけれども、語幹の前につける場合と語幹の後ろにつける場合と両方につける場合っていうのがあるんですね。で、それは、一人称私であったり君、二人称であったり彼彼女、三人称であったり、それによって変わっていきます。で、それをいかに覚えるかっていうのがすごく大切なんですね。ここに書いてます。一番上の、四角で囲っているところが、まあ、その第一活用、第一動詞活用の、型みたいなものですね。四角、黒く書かれている四角の部分が動詞の語幹と思ってください。で、目、私の場合は、まず動詞の語幹の前に、ぶをつける。ぶ。これが一つ目。で、シェン、君の場合は、何もつけません。そのまま、この、なんだ、動詞の語幹、元になるものをそのまま入れるだけですね。三人称単数形、彼、彼女の場合は、語幹の後に、すをつける。語幹の後に巣をつける。で、主弁、私たちの場合は、第一活用とちょっと似てますね。はじめに部をつける。でも、それプラス、最後に to をつける。この to は基本的に、複数形を、複数であるということを意味するんですけれども、はじめに部をつけて、で、後に to で、なんかサンドイッチするみたいな感じですね。部と to でサンドイッチする。で、第二人称、複数形の場合は、シェンがありました。何もつけませんでした。でも語幹の後に to をつけるんですね。で、最後、一子に、三人称複数形の場合は、すの代わりに、三人称単数形のすの代わりに、en をつけるんですね。en。まあ、こうやってなんか理論的に勉強してもよくわからないので、ちょっと例文を見てみましょう。例えばですね、アケテブス、アケテブス、アケテブ。これが語幹です。アケテブ。するとか、作るとかいう意味ですね。まあ、日本、英語で言うと、to do と to make を同じ一つの単語にしたような感じです。で、これはじゃあどうやって変化するかというと、め、ばけて、め、ばけて、シェン、開けてる。シェン、開けてる。ここに書いてある通りですね。シェン、開けてる。イス、開けてぶす。イス、開けてぶす。チュベン、バケテブト。チュクベン、開けてぶと。イスに、開けてべん。このような感じで変化をしていきます。で、これと同じ、方法というか、活用の形で、例えば、チャンス。食べるという意味ですね。to eat。食べるという意味ですね。これも同じように、変化していきます。例えば、メ、ブ、チャン、メ、ブ、チャン、シェン、チャン、イス、チャンス、チュベン、ブ、チャン、トゥクベン、チャン、イスに、チャメン。だから、この一番上のこの型をしっかりと覚えていただいたら、第一活用の動詞はどういうふうに変化するかっていうのは、すぐに分かるかなっていうふうに思います。で、基本的に辞書などでは、
第三人称単数形、ここで言うと is adjectives とか is chance adjectives chance が辞書でよく使われている、よく載せられている単語ですね。だから三人称単数形の形が分かれば、まあ、基本的にこの型に当てはめて、例えばアケテブス、イスアケテブスだったらメバケテブ、シェンアケテブなんだな、チベンバケテブ、トゥクベンアケテブ、イスニアケテブなんだなっていうふうに、この一番初めの型をしっかりと覚えていただいて、でそうです。これさえ覚えれば、第一間活用動詞の場合は、こういう風に変わるんだな、というのが分かるようになると思います。とりあえずね、このビデオでは、まあ、この、この型を覚えること。で、開けて、作る、するという、この、動詞の活用と、チャンス、食べるですね、の活用を覚えていきましょう。で、例文も今から見ていきます。大体、まあ、こんな感じですね。動詞は本当に大切なので、しっかりと、時間をかけててもいいので、ゆっくりと、でも確実に覚えていきましょう。それではまず、例文を見ていきましょう。Mev swam, Shane swam, Is swams. Mev swam, Shane swam, Is swams. Train swamped.Queen swamped, isini swamin. Train swamped, Queen swamped, isini swamin. はい、例文ですね。例文は飲むという動詞を使って、例文を作りました。第一活用の動詞です。ですので、先ほど見たアケテブスとかチャムスと同じような活用をします。一つずつ見ていきましょう。メブスワン、シェンスワン。Is swamps, Chuen was swamped, Tkuen swamped, Isni swamen. もうこれはもう一気に全部覚えた方がいいですね。Me was swam, Shen swam, Is swamps, Chuen was swamped, Tkuen swamped, Isni swamen. もう6個全部一気に覚えた方が効率がいいかなというふうに思います。私は飲みます。Me was swam, Shen swam, 君は飲みます。Is swamps, 彼女は飲みます。Chuen was swamped.私たちは飲みます。トゥクヴェン、スヴァント、あなたたち、またはあなたは飲みます。イシニスヴァン、スヴァメン、彼たち、彼女たちは飲みますですね。次の例文も見ていきましょう。メヴゼル、シェンゼル、イスゼルス。メヴゼル、シェンゼル、イスゼルス。Twen zert, Twen zert, Isini zeren. Twen zert, Twen zert, Isini zeren. 次の例文の動詞は zers, 書くという意味ですね。書くですね。これも第一活用動詞なので同じように変化をしていきます。見ていきましょう。Me ぶぜる、しんぜる、いすぜる。主演ブツェルト、トクベンツェルト、イスニツェレン。メブツェル、私を書きます。シェン、シェン、シェンツェル、イスツェルス、主演ブツェルト、トクベンツェルト、イスニツェレン。彼たちは、彼女たちを書きますですね。このビデオでは4つの動詞の活用を勉強しました。アケテルス。バケテバ、アケテバ、バケテバ、アケテバ、アケテブス、バケテブタ。アケテブとアケテブンと、チャンス、食べるですね。ブチャンとチャン、チャンス、ブチャンとチャンとチャメン。で、飲む、スワムス。ブスワム、スワム、スワムス、ブスワムとスワム、スワムとスワメン。と、最後、ツェルス。ブツェル、ツェル、ツェルス。ブツェル、ツェル、ツェレン。なんかこう、たくさんね、セットで、もう、ブツェルだけ覚えるんじゃなくて、ブツェルを覚えたら、もう最後のイスニツェレンまで全部覚えてしまう。これがすごく大切だと思います。もう、6個とも全部、セットで覚える。私、君、彼、私たち、あなたたち、彼たちとかみたいにね、全部セットで覚えることが大切だと思います。動詞はね、動詞は本当に、今、僕でもよく間違えるんですよね、動詞は。で、このビデオで4つ動詞を勉強しましたね。とりあえずこの4つ の形は、なんかこう、暗記暗記っていうか、まあ、何も見ないで言えるようになれるまで、
復習できたら次の動詞を勉強するとき、または他の動詞を勉強するときも簡単になると思うので、しっかりとゆっくりとでも確実に勉強していただけたらなというふうに思います。今日は以上ですね。ありがとうございました。ご覧になっていただいてありがとうございました。またね。アバヒル。こうまじないのように言うんですね。ブツェル、メブツェル、シェンツェル、イスツェル、シュウェンブツェル、トゥクベンツェル、イスニツェル、なんかこうまじないみたいにずっとね